How's he doing that?相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾仕掛けられたとなりゃ、警察がやってると考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合いにかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。ああ、それより八神は、昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って？楠本玲子です。13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人
人殺しの子にさせるなんて重すぎます。お母さん、ここどこ？ミツル、なーに？ミツル、ミツル、驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか？桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。ミツル君が順調に回復することを祈ってます。八神氏、もうお戻りで？体の調子はどうです？昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。ああ、なかなかいい経験させてもらったよ。タフですな。さすがカムロ町の探偵。よう、来たな、ターボ。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあな。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる。桑名のやつがどっからとっつかまったら何かしら動きがあるだろうぜ。これ昨日桑名から渡されたんだ。江原敏郎の写真。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですか？ああ、江原に渡しといてくれってことだったんだけど。なんだよ、ひび入っちまってんじゃねえか。ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし。時に八神氏、
江原の痴漢裁判は今どういう状況です？沙織さんが控訴の準備中、日程はまだだけど裁判所もなるはやで動いてくれてるよ。その裁判でこっちの訴えが認められれば、自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば、多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。なるほど。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ八神さんはこれからどう動くつもり？江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。ふん、なんだか振り出しに戻ったな。まさか。とんでもないですよ八神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよね。やっとわかったか。悪くねえ仕事だろ、探偵ってのは。みんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。偉人町の監視を強化しますぞ。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。はいはいっと。なんだ、お揃いじゃん。あら、白崎先生からお呼びがかかったんだ。お前がカムロ町を開けてる間、雑用の手が足りないってんでな。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。わかった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越場殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか？難しいとは思いますけど、でもそうです。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんで。はあ？それじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。いつからそんな舐めた口。江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかった、沙織をお願いね。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない。何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も高野検事に筒抜けだと思って。じゃあ用心しなきゃな。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか？そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。わかった。八神さん、僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。奥さんは横浜に別居中ですけど、三越場殺しについて
江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。八神さん、お待たせしました。拘置所に向かいたいと思います。今どちらですか？神室町にいるよ。じゃあ俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうか。なるほど、わかりました。お願いします。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないと。あれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの御子柴殺しを受け入れられません。下手したら今仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がない。お気の毒です。ところで刑務所を出たらあんたは御子柴殺しを告白するって言ってましたね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす御子柴殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。マスコミを通じて大々的にやりたいですね。なるほど。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば告白に真実味が出ますね。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。ほう。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか？私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。証拠を出す気はないということは何かあるんですか？まだ私たちの知らない御子柴殺害の証拠が。何があるんです、江原さん？仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。御子柴殺害の凶器、そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。なるほど、凶器は確か動画には映ってましたね。ナイフです。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら犯人、もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。法の目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。それで？もし痴漢の冤罪で服役した後あんたが御子柴殺害を告白したって証拠がなければただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる。いい調子じゃないですか。ならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは偉人町で御子柴を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。ただし現場には共犯者もいた。だとすると
凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。公安があいつの存在に気づいたんです。公安？だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってたよ。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。どういうことだ？何が起きてる？前に来た時、俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。その虎が公安だったと？そう。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば、公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、矢原さん。私は三越馬殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。そのために命を捨てると誓い合った。命捨てるって、そう言って考えることから逃げたいだけだろ。そうかもな。八神さん、私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と三越馬殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。弁護士バッジはまだお持ちですよね。江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。今度の裁判には八神さんが必要です。いいのかな？俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。わかった。毎度どうも。こんなこともあろうかと思ってさ、これいつも持ち歩いてんだ。知ってます。あれ？そう？もしもし。よう、ターボ、今どこだ？ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。何？もしかしてどっかから俺のこと見てた？今頃気づいたか？お前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通しってわけだ。海藤さんはどこにいんの？ハンピン・リューマンのとこにいる。星野君と東も来てるぜ。ああ、そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。お前もこっち来られるか？ちゃんと手抜かずに仕事してたか、報告に来いや。すがすがしいほどに偉そうだね。じゃあな。フルメンバー勢ぞろいって感じだな。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな、星野君。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。お疲れ様、八神さん。なあ、座れや、ターボ。そうか。じゃあお前また法廷に立つんだな。沙織さんのサポート役だけどね。ああ、
なるほど。そうなると僕は江原さんの控訴を法廷にいなくてもいいんですかね。あ、いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたら。八神がいるならいなくていいだろう。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか。僕だって役に立ってるじゃないですか、それなりに。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろ。青い野郎だな、この弁護士先生は。うっ、はあ、ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。ふん、俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった？桑名の居場所は？まだどこにいるかつかめない。ああ、あいにくな。偉人町中を聞き回ったんだが、手がかりなしだ。RK も桑名を探し回ってる。奴ら、また俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてるよ。それは、裏を返せば、向こうもまだ桑名を見つけられてないってことだよな。なるほど。そうとも言えますね。桑名さん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。生きてるとは思うよ。無傷かは分からないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのかまるでわからない。俺なら裏切りは許さねえ。桑名もそう考えるんじゃないか。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。ああ、確かにそうかも。星野君と東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったようだ。4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔してて。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは？三越場の殺害動画も奥さんは見てない？見てないって言ってました。ええ、マジで？なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。せっかく横浜まで来たってのに、冴えねえもんだ。偉人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみてえだ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？ああ、仇の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。で、そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきやがる。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬は
あいつまだ異人町にいそうか。いや、あいつの情報は全然でな。異人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。みんなの報告はこんなとこか。そのようですね。では僕はもうこれで。引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。うん、ちゃんと無事でいるといいんだけどね。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回影薄いね、星野くん。弾持ってるって空手の腕も全然活かされねえしな。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。この後はどうする、タボー。今夜はもう上がりか。なら、テッソンが止めてくれるっつってたぜ。ああ、別に構わねえ。どうするよ。じゃあ、一晩止めてもらえる？お言葉に甘えて。あ、八神さん。もう異人町でやれることは全部済んだ感じ？ん？いや、どうかな。本当？じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？つくもくん、八神さん来たよ。なんかあったのか？いい、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました。動画データ？内容は？江原が三越場博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ？ええ、ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たるでしょう。合成などいかなる加工も入ってません。どういうこと？なんでそう言えるんだ？実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体と言われるものです。例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。つまりこの三越場殺害動画は加工されてないと言えるのです。じゃあ今度の控訴でも証拠になる？ええ、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。少なくとも出どころ不明のネット動画とは一線を画します。ねえ、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？そこまでは保証できません。でも桑名さんが危険を冒した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。
桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。桑名さんはおそらく矢上氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょうか。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。だから全て矢上氏に託したのですよ、きっと。なら俺の答えは決まってるよ。俺は三越葉殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。江原や桑名、その教え子たちにな。それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。だな。すいません、あのマッツンか、なんでここに。さっきミスケンの奴らに聞いて、八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか。ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ、それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。やべえ連中とはつるむようになったっていうのは。最近東京から来た半グレ RK ってやつらにナンパされたみたいで。なるほど。それでチヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。八神さんのこととか。まあ別にそれぐらい構わないけどさ。でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえ奴らなんですよね。どうした。茜、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。え、それであいつ高田の名前を出したらしくて。なんだと。茜もさすがになんかまずいと思ってその後俺に電話してきたんす。八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして甲田が狙われるなんてことあります。甲田さんと連絡つくか。それが電話つながんないんです。茜の方は。あ、そっか、電話してみます。もしもし、マッツン。茜、お前今どこ。三越葉先生のところ。は？ RK の人たちと一緒に三越葉先生の死体が見つかった建物に来てるの。なんで。マッツン、もう八神と会った。え、なんでそれを。八神だ。そっちに甲田さんはいる。八神さん、甲田です。助ける。八神か。遊びに来いよ。場所はわかんだろ。誰だ。誰でもいい、すぐこっちに来い。早くしないと甲田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。やめろ。どういうつもりだ。来たら教えてやるよ。わかってんだろうが、刺すにチクったら俺らは消える。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるか分かってんのか。急ぎな。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも。海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。さすが、頼んだ。
行こう、八神さん。急がないと置いてくよ。もしもし。八神氏、つくもです。今ドローンが現場に到着しました。甲田さんと茜さんが男たちと一緒にいます。数は約20。海藤さんと東は？連絡しました。現場に向かってくれています。わかった。タボ、RK の奴らだって相馬もいんのか？それはまだ分かんない。ちょっと待った。つくもか？お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だな、お前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな、八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ、ふん。後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん甲田さんもな。どうやって助けんだ？俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ。こちら異人町は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ、二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。So, this is gonna be the last chapter. We got a long way to go. Probably got like 2+ more hours in this chapter. I'm excited to finish this game so we can go on to the next one. We got a whole bunch of games to play. The dude with that orange hoodie can't shoot worth a lick, bro. That was the same dude from like last chapter. Bro can't shoot. Oh, yeah!First in a stormtrooper. Boy, them and them lead pipes, bro.Why need a strong one out the group? Who does that? I think he had 4 health bars. So he had blue health, bro? Alright, we got to disarm some of these bitches.
off! Kind of disarmed some people. It can't be done, apparently. Alright, we just used a whole bunch of our damn heals. I got the damn pipe. Oh shit. Oh my god, man, this dude is a bitch. I mean, I'm spamming this same move over and over and shit. You know what? Hey. Which one was that? Okay. Oh, of course we gotta do this. Why did he drop the weapon? Because I went into the special. Here we go. I've been waiting. I'm gonna take a couple of them out. Too bad you can't disarm the mini bosses. Alright, I gotta go snake style for this. Bro, how's... The homie isn't even... They're not even helping me. They're just sitting there watching them fuck me up with that big ass pipe, bro. Yo, it's always, why is it an instant knockdown? ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。悪いのはお前じゃない。RK の奴らだ。その次が俺かな。少なくとも、お前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、コーダ。じゃあ、私もう帰るから。相馬。何？誰？茜戻れ！え？
人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか矢上。ああ、そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ、でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃東城会のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、クアナも似たようなこと言ってた。ふん。奴と違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越芝殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ！おっと、そう生きり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと？俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。城崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。そうな！何これ？ペイント弾？大丈夫か？あの野郎。よかった、心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。
ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。怪盗さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の控訴で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、ターボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？うっそ、マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。もしもし。ああ、準備してるよ、沙織さん。寝坊しないよ、いくらなんでも。大丈夫。じゃあ、裁判所で。新宿駅迷惑防止条例違反、控訴審。被告人は現職の警察官江原明宏。前回第一審での判決は懲役6ヶ月。でも今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。一つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、もう一つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側いかがですか。我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけるとその後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされていません。
憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。問題はそこです。ええ、確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですが、この可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。ただし、先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。こちらをご覧ください。それは大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですね。ええ、そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ、痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。設置されている防犯カメラも非常に多いですが、この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど、その余地は十分にあったと。ええ、ですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。被告人、あなたは一審判決を受ける際裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜のハイビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越場博という男性であることまで言い当てた。警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。不思議ですね。三越場さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたね。ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ、江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越場さんの名前も挙がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ええ。では三越場さんに殺意を持っていましたか。異議あり。弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。また三越場博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。弁護人、いかがですか。三越場さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり、関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。検察側の異議を棄却します。ではせめて手短に。
さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は御子柴ヒロに殺意を持っていましたか？もちろんです。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる御子柴さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるなら、それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど、いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら、被害者女性に目撃されたはずです。しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。今のは被害者女性への侮辱です。女性の尊厳を傷つける発言です。被害者女性の疑惑は濃厚です。彼女の役割も全て仕組まれたものだったんです。その可能性が非常に高いと考えます。50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢した、それだけで完結する可能性の方が高いと思いますがね。その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということですね。何？すると 100% の確信なく被告人を有罪とした第一審は審理が不十分だったということになります。ただの揚げ足取りです。弁護人、被害者女性の疑惑が濃厚というからには何か根拠があるのでは？ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性や取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。つまり大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんです。ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ、彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎君を教えていました。このことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えます。もちろんここでそれらを精査する気はありません。我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでです。ただしその可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判長、発言よろしいでしょうか？何でしょう？
私は殺人などしていません。起訴された通り、電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。全ては弁護士たちの妄想ですよ。被告人、ではなぜあなたは控訴したんですか？弁護士が始めたことです。私はそれを止めなかっただけにすぎません。弁護人、いかがです？被告人の言った通りです。ただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思います。その記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。裁判長、よろしいですか？うん。大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる。殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ？あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです。結構です。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです。書き切り型媒体といって、警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータと言えます。あんたは無所を出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。だから俺にこれを託したんです。殺さないで頼むす。敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。被告人、この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか？似てるかもしれませんね。あなたに殺害されているのは三越葉博さんです。解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡しています。するとその直後、7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としてはこうした映像がある以上、被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか？検察側、いかがですか？仮にいくら信憑性の高い映像でも、その一点だけで殺人の事実は断定できません。そのことはあらかじめ申し上げておきます。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人か分かりませんね。そうですね。そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますが、じゃあその替え玉をした人物はどこにいるんです？何者ですか？駅の防犯映像に映る被告人はサングラスこそかけてますが、どう見てもご本人だ。 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません。我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っています。では彼らを呼んでその証言をしてもらわないと。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずですから。私は何も知りません。知らないそうですよ弁護人。どうしますか？被告人は痴漢をした、殺人はしていないという。殺人動画は確かによくできているが、他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない。裁判長、次回本件被害者女性の証人尋問を申請します。いえ。
被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです。双方が主張する事実関係に齟齬はありません。この状況で被害者の尋問を申請するのは前例がないでしょう。それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された前例もないはずです。その可能性もある程度は認めますが、被害者を出廷させさらなる精神的苦痛を強いるには不十分です。被害者女性の尋問申請については改めて却下します。しかし弁護人、私の判断は今言った通りです。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け今少し質問したいことがあります。わかりました、続けてください。何でしょうか。江原さん、あなたは桑名仁を知ってますね。美人町で便利屋をやっていた人物です。いえ、知りません。10月7日桑名はあなたの姿になりすまし池袋から新宿駅へ向かう電車に乗っていました。彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉、その人です。裁判長、今の発言を裏付ける証拠はどこにも提出されていません。桑名という名前の載った文書その他検察は一切知らされていない。その桑名は被告人に三越馬さん殺害を焚きつけた人物でもあります。弁護人、検事のおっしゃった通り我々は桑名という人物を承知していません。実在するかさえ確認が取れてないんです。これ以上は控えてください。ですが被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ江原さんは三越馬を殺しておらずこの法廷にいることもなかったはずです。違いますか。私は桑名という人を知りません。いえ、あなたは彼のことを知ってますよ。桑名があなたの復讐心に火をつけたんです。そのことを思い出していただきます。これになります。何です。あなたはネットの書き込みを読んだだけで三越馬さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね。学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずです。そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか。ん、じゃあそれはまさか。君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越馬という生徒が探しに来ました。あの時敏郎君の怯えてた顔が頭から離れません。4年前敏郎君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し被告人に聞かせたのが桑名です。全て打ち明けてくれました。からかわれて殴られてお金を取られて誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越馬さんに追い詰められ自殺したと考えた。そして三越馬さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか江原さん、覚えはありませんか。ありません。なるほど。
では、これまでじゃないですか、弁護人。いい加減本題に戻るべきだ。私はさっきの音声をクアナから渡されました。ですが、考えてみれば出所不明の怪しげなものだったかもしれませんね。何？映像だって自在に捏造できるご時世です。これぐらいいくらでも作れてしまいます。どういうつもりだ？声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまた姿を消して以来消息不明です。もはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいません。私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存じなかったんですか。桑名から聞かされたのでは。知りません。聞いたこともないし、私には関係がない。そうですか。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。その桑名が消息不明である以上、データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい。今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし、ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんで？バカな。ダメだ。なぜ消してはダメなんですか。それは巫女柴が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと、結局誰一人責任を取らず誰も罰せられず、息子だけがバカを見た。ええ、そうでしたね。あんたらはなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だとすまし顔で、結局真実には届かない。そして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙される。たかが痴漢と軽く見てちょろいもんだ。お前らがそんなんだから敏郎は命を捨ててまであげた恋を拾えず巫女柴を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺が巫女柴を殺すしかなかったんだ。現職警官、やっぱり殺しもやってました。あなたは巫女柴博を殺害した後、新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり、痴漢として取り押さえられた。ああそうだ。あなたは法廷に敵意を持つ被告人です。その言葉だけでは信用できません。本当に巫女柴さんを殺害したというなら、あの殺人動画以外に物証はないのですか。本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで、その方が引き立つでしょ。法の無能さ加減が。何か残ってるんですね、巫女柴殺しの物証が。ええ。何がですか。妻の住んでるアパートに息子の仏壇があります。そこに巫女柴を殺害したナイフが収められている。奴の血がついたまま。はあ、その仏壇僕
手を合わせましたよ。じゃあ手柄を上げ損ねたな。わかりました。すぐ調べに行かせましょう。弁護人、まだ何かありますか？どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった。法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は三越葉さん殺害の凶器発見まで休廷。続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存はありません。さっき神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた。真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。感謝する。いえ、成長したな源田先生。鷹野検事は駆け出しの頃からずっと頑固者だ。一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよ。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。二人ともよくやったな。お疲れ。八神さん、八神先生、さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た？八神先生とだけお話ししたい。なんだ、俺たちお邪魔か？余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。ここにいても八神さんを困らせてしまうだけですね。一月くらい前か、楠本さんに桑名から手紙が届いたんだ。手紙じゃ逆探知はできないからな。手紙にはなんて？相馬から聞いてるだろう。桑名は河合信也の死体を隠してる。楠本さんの指紋や痕跡が残されたままでな。そんなものが明るみになれば厚労省はまた大事になる。我々としては河合の死体を回収し、燃やすなり溶かすなり速やかに処理してしまいたいんだよ。死体はもともと三鶴をいじめた連中を操るために保存していたもの。
でも先生は今それを私の弱みとして握ってるんです。そんな話をなんで俺に。先生からの手紙に書いてあったんです。江原さんの裁判が終わったらあなたと話せるようにしてほしいと。私の電話を通じて。え？桑名から。楠本さん、近くに矢上もいますね。スピーカーフォンにしてください。どうぞ。江原さんの裁判うまくいったみたいだな。矢上、あの人は望んだ通り法に一矢報いることができたはずだ。お前のおかげで。桑名、公安があんたの位置を逆探知してるはずだ。今何か対策してるか。いや、持ってるスマホから直接電話してる。でもいいんだ、どうせいつまでも逃げ切れるもんじゃない。何考えてる。捕まったら殺されるぞ。だからそうならないように交渉してるんだ。楠本さん。はい。正直なところあなたに裏切られるとは思ってませんでした。でも充くんが目を覚ましたんですね。だとしたら河合を殺害した過去はあなただけの破滅にとどまらない。全てが明るみに出れば充くんを人殺しの子にしてしまう。それはそれだけは避けなければならないんです。ええ、そうです。あなたはそれでいいんです。この先もずっとそうしてください。あなた方親子はすでに地獄を味わった。充くんを守りたいのは私も同じです。河合の死体はどこ。この電話を逆探知すればわかります。私は今あいつの死体と一緒にいますから。居所がわかりました。すぐ相馬を向かわせます。桑名、今どこだ。偉人町だよ。あの町から一歩外に出れば俺は無力だからな。他に行き場なんかない。桑名！河合の死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。沢先生がそうだったように。あなたが選んだのはそういう道です。沢先生のことは充くんにどう伝えるつもりですか。私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか。俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから偉人町に向かいます。私が坂東に掛け合います。あなたを殺させたりなんかしません。だからもう余計な首を突っ込まないで。聞けませんよそんな頼みは。つくも桑名は今も偉人町だ。相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かう。それは確かですか。何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ偉人町に向かう。偉人町に着いたようですな、矢上氏。今どうなってる。 RK は動き出してるか。ええ、それと先ほどからネットにある写真が出回り出しています。おそらく桑名さんが意図的に流した写真かと。今そちらの端末に送りました。待ってくれ。
愛信也、その死体か。そうです。画像データに含まれている情報から、撮影されたのが数分前であることと、撮影地点の緯度と経度が分かりました。横浜の海沿いにある倉庫会社です。所有者はセイレンのマスターと同じ名義でした。セイレンの？倉庫の場所を教えてくれ。いえ、今杉浦氏が車でそちらに向かっています。海藤さんと東さんも。八神氏は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てください。わかった。いつも助かるよ、つくも。神室町では八神氏に鍛えられましたから。いつも数だけは揃えてきやがる。僕らを桑名さんとこに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？海藤さん、あんま時間ないんだ。いつもより巻きで頼むよ。おい、急いでんだとよ。ぼさっと突っ立ってねえで来いや。からでも来な。してもらう。
そこの4人動くな。肝心な時いないで面倒な時に来るんだよな。あいつらも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ。桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補助するから。何すんだ。そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は。こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んだろ。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、八神さんじゃん。こんなとこで何やってんの。まっつん、あかね。おい、これだ。ちょっとなんだよ。いや、皆さん、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許されるんでしょうか。ナイス杉浦、車だ。オッケー。やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくれ。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。テッソ。RK と警官以外は味方みてえだな。ああ。よし、桑名のとこに急いでくれ。了解、分かってますって。つくも、倉庫に着いた。そっちから見える。ええ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数はざっと100人ほど。 100? とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。スクモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの。行くぞ。なんでこうなるかな。
らでも来な。何してんだ。この人たちみんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。
河合の死体を探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。死体も桑名のこともよ。よし、探しもんは後だ。こいつらぶっ殺せ。おい、これでしまいか。こっちはまだまだいけんぞ、おら。見たことない番号からだ。え？桑名だ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる。河合の死体を餌に、ずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだよ。奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇の中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。そして二度と楠本さんに手出しさせない。あの人はあんたを裏切ったんだぞ。分かってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。俺一人じゃ相馬を殺せはしても生け捕りにはできない。手借りたかったんだな。そう言っとけや。敵を騙すにはまず味方からだね。それにお前らが来なくたってプラン B はあったさ。 B が、俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。急いだ方がいいみたいだな。ったく、100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。Welcome back to the ghetto. I didn't realize that my fucking mic was muted for the last 30 minutes. Oh, I can't even. Sorry, Fofties. I'm not even gonna edit it out. Y'all gonna have, it's gonna be ghetto as hell. Y'all gonna see me on the video running my damn mouth, but nothing's gonna come out because it's muted.Okay, what are we doing? Before we leave, is there stuff on the ground? Is there items? Hell no. 下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。
あん？上の奴らは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。For the mortal reverse, buddy. Yeah, he thought he's gonna reverse all of them. I don't think so, Agent Dash. Hit somebody with a box with nothing in it. Oh, he by himself. Doug, 時間食っちゃったよ。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。これは何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。わかった。後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、ターボ。Stop it! 10, almost 11, you're not going outside, bro. Messing up production. これをなんとかしないとな。よいしょと。よっしゃ、来たな。さっさとクワナのとこまで行こうぜ。その扉から先へ行けそうだね。鍵がかかってるな。ピッキングで開けてみるよ。違うか。さすが八神さん。よし、行くか。おい、待てこれ。たく、どんだけ嫌がるんだよ。タモ、杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ。東、
怪盗さん。うるぁ、また荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ、この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。Basically take shortcuts and then we got those long. Now, to be honest, I did not even mean to do this, but this is the proper way to go. Good, no dialogue necessary. Tell me that does that little bit of damage. Get out of here. Bro, when I get hit with that, it does so much damage, it's insane. ヤガミさん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か？多分、桑名さんよりはね。ほら、行って、ヤガミさん。
そ、すぐに追いついてこいよ。わかってますって。He almost fell off. Cross here. It looks like we can just go right past it. Yes? We shimmy? Yup. Made it. See, this is what I was saying earlier, is in the other games I've played, there was way more places like this where there's like tons of enemies, waves of enemies, and you know, it takes a little bit to kind of get through the whole like outpost. This is like one of only like maybe three places where like this. Mada iru zo. Dou suru? Tabo! Suihara i gokuro datta na.おかげでこんなの見つけたぜ。乗ってく。当然。真似しやがって、ぶち殺してやる。
by your weapon. Nah, I really, the constant stunts. Shit me off. Out of his health, okay. He's gonna punch me since I've resumed the game. Alright, we gotta put another little shortcut up there. しばらく寝とけっての。行くのか。行くか。またエレベーター。多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体とクワナ一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。埃っぽいんだよな。本当にクワナもここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。クワナを後回しでもいい。相馬さん、
ありました。河合の、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる？俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。苦しそうな顔してやがるね。よし、すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってえな、この。一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって？邪魔すんな。間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか？あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって？お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ？俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあ、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線超えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ？仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、You think as many times as these dudes been shot out in the universe, they would, they might have a gun themselves. He got blue, so he got all that damn health. That dude is trash, bro. I don't even understand a deceptive miss tactic. Like, is it actually doing anything? I can't say. I'm not sure.
probably waiting to join the fight once we're done. Bro, yo, that shit is like that? I did not know you could do that. What was that? You can make one more of these hugs, bro. Oh man. Ike! Tabo! やってもらうよ。後ろだ。Nice little opening. I see you.Bro got 5 health bars. Now we gotta set up another shortcut just because.Basically out. All right, hold on. Drink, brothers. An idea. Let you see. Take you down to number 6. No, so it's 6 or more. Fuck! It's actually number, it's drunk level 5 when he won't do it.I didn't want to do this before. Shit ruins your gauge short, bro. Thought I was doing something special. Deflect it. Shit! Gives me HP. Hold up. Shit! What's it there? Shit! 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 Shit
house going up. Get his Jason Voorhees bullshit out of here. They out here cheating, bro. That's tough. Got a little more to save that one, though. I'm not going to use this. Let's save it. Realistically. もうどこにもねえ。バンドにも見捨てられてんだろうな。何が秩序のための必要悪だ。一生檻の中で恥さらしてろ。また済んだみてえだな。よう、そいつに近づかない方がいい。それ以上引き出すと仕掛けてある爆弾が起動する。何？そして俺がこいつを操作してもやっぱり爆発する。なんだよ、そいつ味方になったんじゃなかったか。河合の死体がある限り楠本さんは解放されない。だから俺が始末しとく。お前らはそこを離れてくれ。桑名、ダメだよ。ダメじゃない、もともとこいつが俺のプラン B だ。お前らが間に合わないようなら相馬と一緒にこいつを吹き飛ばしちまおうってな。でも相馬を殺しちまっちゃ奥の黒幕には届かない。楠本さんはしがらみから逃げらんねえままだ。彼女には自首させてやれ。このまま全部隠し通したってあの人は何からも解放されないよ。
罪を抱え込ませることになる。たった一人でな。その時あんた、あの人のそばにいてやれんのか。できないよな。あんたももう闇の中でしか生きられない人間なんだから。自首したら彼女またミツルと会えなくなるんだぞ。13年かかってやっと目覚ましたミツルと、それがお前の望む正義か。誰もが全員幸せになれりゃいいと思う。でも今俺が目つぶったら、沢先生の犠牲は何だったんだ。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ならここにいる全員丸ごと吹き飛ばすしかねえ。できんのかあんたに。そっちが引かねえなら俺はやる。今まで何人殺してきたと思ってんだ。いや、あんたがそこまでのクズなら俺らはこんなとこまで来ちゃいない。あんたを助けに来たりしなかった。誰も手出さないでくれ。俺にはよ、タボ、桑名の言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。Threw the phone down, that shit blew up. The whole building. Like a bloop. Oi! Hold on. Motto. Get all the HP too. Wow. Man, look how much. Yeah, I've been cheesing. I've been cheating myself not using these extracts. Hit that dude one time and took half his health bar. Ha! Shit! Extract. Ridiculous. It's getting ridiculous, man. It's getting ridiculous. I know there's gonna be a QT. Sugar cookie, man, that was crazy. Alright, I need to set up another one of these. We're gonna put the lunch set up in there. Yeah.
ってきな。どっからでも来な。It's not registering the left stick, bruh. I don't know what's going on. And every time I mess up, he gets his whole health bar back. Is it like time? Guitar Hero shit or what? I don't know what I'm doing wrong, though. I'm obviously doing something wrong, though. Same thing I did the last two times. I don't understand.苦しませたくないんだ。人を幸せにしない真実に価値なんてあるのか。そうやって真実隠した結果が沢先生を死なせたんじゃなかったか。楠本さんのことはもう楽にしてやれ。本当はあんたも気づいてんだろ。歪んだ正義にはまた別の身勝手な正義がつけ入ってくるんだよ。その正義に言わせりゃ自分のやってることは正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。俺はそんなんじゃねえ。そうかもな。どの正義が正しくてどの正義が間違ってるかなんて誰にもわからない。でも沢先生の犠牲を踏みつけにして真実隠して誰が幸せになれる。そんなもん誰が望むんだ。真実だけが誰にとっても公平にそこにあるものなんだよ。それを沢先生から取り上げないでくれ。
楠本さん。北方先生。楠本さん、俺はあなたの秘密を守りきれなかった。顔を上げてください。今日先生がネットに流した河合の死に顔、私も見ました。私が殺した憎い男の苦しむ顔を。でもそれと引き換えに私は沢さんのことも巻き込んでしまった。先生のことも見捨てて裏切った。楠本さん、私は怖くなったんです。いつか満も気づく時が来る。自分の母親がそんな腐った人間だと。そして先生にも、私のためにこんなおぞましい秘密をずっと抱え込ませるなんて、やってはならないことだと。そんな間違ったことをさせてはいけないと。だから私は警察に自首します。それでね、ミツル、お母さんしばらく帰れなくなる。ううん、仕事じゃない。でもこれからあなたには苦労をかけることになると思う。本当にごめん、ミツル。僕のことよりお母さんのことの方が心配だよ。え？お母さんはずっと何か迷ってることがあったよね。それを隠してる。多分僕が重荷になってるから。違う、そんなことない。無理しないで、僕にも分かってるから。実はさっきね、リハビリで少しだけ歩くことができたんだ。13年ぶりに。そう、すごいね。本当にちょっとだけだよ。でもね、お医者さんに言われた。いつか必ず一人で立ち上がって自分の足で歩けるようになるって。その時はさ、お母さんのことを今度は僕が支えるから。僕のことはいいから、お母さんは迷わずにやるべきことをやりたいようにやって。ごめんね、ミツル。ありがとう。はい。アポはいただいてなかったように思いますが。 RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官として神室町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として。我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り、
彼女を操るための。そんな筋書きを表に出すつもりですか？それが真実であるならばもちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか。あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟はいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。一階の探偵たちが根性を見せてる。あ、そうか。あの高野検事が江上をそんな風にね。ええ、その場にいた真冬から聞いたんです。間違いありません。江原さんは三越場殺害の容疑で再逮捕、楠本玲子も河合真也殺害で、二人は取り調べに素直に応じてるそうです。じゃあ収まるとこに収まったのか、桑名以外は。ええ、肝心の桑名は行方不明ですからね。そうだな。今もどこかでいじめの加害者を殺してたりするんでしょうか。多分そんなことはないと思います。八神さんに話を聞いた限りでは。あー、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。何でも小切れにすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ。うん、そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやるや。少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの、そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。感情は八神につけといたからな。なるなるほど、こりゃお見それしました。あ、おい、なんだこりゃ。アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ。まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないっすか。俺はアボカドをいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。かわって河合の死体はこのまま置いていく。でも俺はここから消えさせてもらう。また闇の中に戻る。なんだと。今桑名を警察に突き出すのは公安に首を差し出すようなもんだ。沢先生の殺害犯にされて下手すりゃ暗がりで口を塞がれる。それに俺が犯罪を犯したって証拠をお前らは何も持ってないはずだ。いや、だってお前いじめの加害者ってのを何人も殺し回ってたんじゃなかったのかよ。お前がそう言ってたんだろ。その証拠は何も残しちゃいない。警察には俺を逮捕できるだけの理由がない。
法的に言えば、お前らは俺が消えるのを黙って見ているほかない。やっぱり法ってのは融通が効かないし、不完全な代物だよな。裁くべきを裁けない、救うべきを救えない。俺はそのことをこれからも行動で示していく。ミツルのような子がまだ他にもいる限り、その子たちのためなら俺は自分の手を汚すことを厭わない。じゃあな。あんたの言う通り、法は完全じゃない。今の法じゃ救えてない人もいる。それでも変わり続けてるんだ。より良くなろうとしてる。確かにまだ時間はかかるよ。だから今ある法で救えない人間がいるなら、俺が守りに行く。ただしあんたとは違うやり方で。あんたが作ったの分かってんだかんね。マジでバレないと思った。何黙ってんだよ。おい、とりあえず言うことあんだろ。ごめんなさい。出たよ、やっぱり嘘ついてんじゃん。おめえクソだな。え、どうなんだよ。おい、嘘ついてごめんだけか。てめえんちの親はしつけどうなってんだ。これこっち向いて言えよ。私は嘘つきですって。黙ってんじゃねえよ。気分悪っ。何してんだろあいつら。3対1？ 女の子一人に寄ってたかって恥ずかしい奴ら。誰だよ。くそ、おい来いよ。行くぞ。行くことないよ。そんな奴らと一緒にいることない。なんだよ、てめえ関係ねえだろうが。関係ねえけど胸クソ悪いんだよ。ほんとそれな。マジで勘弁してほしいわけ。なんだよてめえら。君たちもう行きなさい。その子から離れるんだ。いやね、私もさっきからずっと気になってて。ほんとね、清涼の子たちでしょ。おい、もういいよ、行こう。大丈夫？すみません。嫌だったよね。ごめん。もっと早く助けてあげられればよかった。ごめんね。警視庁は今日、匿名の通報によって5体もの他殺体が発見されたことを明らかにしました。都内をはじめ全国各地で見つかった遺体はいずれも死後数年が経過しており、匿名の通報内容によると過去悪質ないじめ加害者であった人物たちとのことで身元の特定が急がれています。警視庁は直ちに捜査本部を設置。匿名の通報者が事件に関して何らかの事情を知っているものとして各県の警察本部と捜査の連携を強めていくということです。Okay, thanks for riding with me on this one. This was a long one. This video is about to be crazy. This might be my longest video on this channel. So we're going to get on to the next series. Got some good shit coming for y'all.
You know what I'm saying? Wanted to take a little break and play this, something I really wanted to play. Now it's time to get back to the normal schedule. We're gonna keep up with the new releases. Until next time, thumbs up. Peace.